漁獲可能量、または、総漁獲可能量とは、水産資源の維持のため特定の漁種ごとに捕獲できる、総量を定めたものである。1982年に、国連で、国連海洋法条約が採択されると、翌1983年に、日本も、同条約に署名した。さらに1994年にこの条約が、発効すると、日本は1996年に、 同条約の批准を行い、これを受けて海洋生物資源の保存及び管理に関する法律が成立、TAC 制度の導入が始まった。海の憲法といわれる国連海洋法条約では沿岸国に対して排他的経済水域を設定する権利を与え資源の利用権を認めている。それと同時に締結国はその水域における生物資源の保存。 管理措置を取る義務を課されることとなった。日本では漁獲可能量を定めて、漁獲量がその数量を上回らないように管理している。当初 TAC 漁種として6漁種が設定され、後にスルメイカが追加され7漁種となった。漁獲量が多く、国民生活上で重要な漁種資源状態が悪く、緊急に管理を行うべき漁種日本周辺で、 外国人により漁獲されている漁種漁獲可能量は水産庁が水産総合研究センター、大学、各都道府県の水産試験場などの研究者を集め、水産資源の研究、調査の成果を協議して、国全体の漁種ごとの漁獲可能量を決定し、その全体量が各都道府県に配分される。 漁獲可能量の設定は生物学的許容漁獲量がベースとなっているが漁業者の経営状況等も配慮される。海洋生物資源の保存及び管理に関する基本、計画の改定は毎年行われている。TAC は漁業規模や漁業種類に応じて大臣管理漁業と知事管理漁業に区別される。大臣管理として漁業団体が漁獲総量を把握し、 一時管理としては、都道府県庁がその責務を担っている。現在全国の漁業共同組合からの漁獲量を把握するために、水産庁は漁獲管理情報処理システムを1997年より稼働させた。主要な漁業団体及び漁協と、都道府県庁に端末を設置して、漁獲量を電子データとして、農林水産省の外郭団体である漁業、 情報サービスセンターに収集、データベース化を図っている。ありがとうございます。